第25回鉄道の日記念イベントエキサイティング2018 in 天王寺公園開館いたします。出発出発エキサイティング2018 in 天王寺公演スタートとなります。あります。久野智美さん、南田祐介さんです。皆さんこんにちは。すごい、すごい、こんなにたくさん、ありがとうございます。あーすごい、はい、こんにちは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 。になるので、あ、そうかそうか、はい、もうせっかくやったら久野さん、南田さんも正面から見てくださいよ、はい、あのちょっとね、そこ後ろの方にね、はい、あのちょっとキュッキュッキュッと寄っていただいたり、また座っていただいたりしながら、ちょっとね、はい、通路の方になりますので、そこは、はい、あの寄っていただいて芝生でゆったり楽しんでください。いや、改めまして今年も本当にお待ちしておりました。ありがとうございます。毎年ねお招きいただきまして、ありがとうございます。本当に幸せです。このステージに立てるのが楽しみで、1年間あの頑張ってると言っても過言ではないぐらいに、本当にそうですね、そう、なんかね、故郷でこうやってステージ踏ませてもらえるのは本当に幸せなので、まあアナウンサーなんですけど、ここではもうちょっと解禁して、あのホームドア開けてですね、関西弁で行かせていただきますんで、どうぞよろしくお願いいたします。黒友井と申します。よろしくお願いします。そしてそして、はい、そしてマネージャーと言ってはもう失礼かもしれません、はい、マネージャーです。社員社員社員、はい、ね、ね、はい、鉄道ビッグ4ということで、もう超有名でいらっしゃいます、はい、ね、ホリプロのマネージャーでありながら筋金入りの鉄道ファンとして知られ、はい、タモリクラブの熱演きっかけに私も見ましたよ、はい、もう大人気ということで今では CS 日テレプラス鉄道発見年など、はい、数々の番組にも出演され、いや、おかげさまで番組出させていただいて、南田さんが今ドラマ監修してません？リーガル V、 ドラマ、はい、テレ朝、はい、テレ朝6チャンネル6チャンネル、ね、なんかね、あの米倉涼子さんが、そうそうそう、すごいの鉄オタの設定でなんでなんだろうと思ってたんですよ。そしたらなんかホームページ見たら、なんか南田の部屋みたいな、なんか南田ズ愛みたいなのがあって、聞いてない聞いてないみたいな6チャンネル見てください、ね、仕事の幅を広げてはるんですか。第1話始まったばっかりですから、はい、木曜日ね、はい、幅を広げるとね、いうところであれば、久野、はい、さんも、はい、まあ、はい、あのね、アナウンサーなんですけどっていうふうに控えめにおっしゃいましたけれど、何を何を、はい、NHK ワールドジャパンレールウェイジャーナルから、はい、テレビ朝日お願いランキング、スーパーゼーチャンネル、はい、そしてテレビ東京 BS ジャパン七色日和ほか、はい、鉄道関連企画のテレビやラジオイベント、うん、多数出演ですし、先ほど踏切事故のね、あの防止キャンペーン、はい、ご案内させていただきましたけれども、そう、 FM ランク5で、はい、あの今年春と秋とですね CM を読ませていただいているんですよ。交通安全の CM をね、そうそうそう、あのかかってるので、はい、ね、79.5MHz あの埼玉なんですけど、そうそう、あのラジコプレミアムで今ね全国でお聞きいただけるので、300円払っていただいてる方にはすぐ聞いていただける350円ぐらいちょっとかかってる、あ、350円もちょっとね、あの高くなりまして、でもあの皆さんとこうやってお話しするときは高めの声出してるんですけど、うん、結構もうすごい低い声でして、踏切事故をなくしたいって、なんか誰が出してんのみたいな声で読ませてもらったりとかしてるんで、最初聞いたらもしかしたら分からへんかもしれんので、はい、気をつけてみてください。でも、ね、でもほんまになんかあれ流れてる間は踏切事故すごく少なくなるって、うん、やっぱ意識高くなるんですよ。そうそうそう、ね、知識がね、やっぱり、ね、やっぱりそう、いや、のやっぱチャイムっていうかベルがね、踏切の、そうそうそう、鳴ったりとか、カン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 、あるいはベッ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 ベ
踏み切り事故をなくしたい。ちょっとなんか入ってこないですわ、入ってこないですわ。あで、そう、鳴り出したら、鳴り出したらもう渡っちゃダメなんですよ。絶対ダメ、いいですか、絶対ダメ。もう一回言いましょうか。う、絶対ダメ。めんめんめん、違う違う、そこからじゃないの、そこからじゃないの。すごい生駒や、生駒で、なんか出る時のためにね、軽くなってるんですよ、踏切のバーは。でも入るためじゃないんで、そうそう、閉じ込められたもん、閉じ込められたらもうあの直進して進んで、すればね、はい、ただ入れちゃってください。ここにあの、開くシステムになってます。そうそうそう、で危険やなって思ったら慌てずにもうボタン押してください。これね、それが大事ですからね、はい、知ってるのと知らないのと大違いですから。そうなんですよ、そうそうそう、ね、木野さんがいろんな角度から、はい、鉄道ファンのとしての立場、アナウンサーとしての立場から、はい、いろんな角度で、はい、ね、お知らせしてくださっているということで、ありがとうございます、ね、さっき、はい、ラジオの話も出ましたけれど、うん、TBS ラジオ乗り物ニュース1155、はい、そろそろもう間もなくです、55分55分、もう行かなきゃ、ね、違う違う違う、収録でしょ、あれ録音撮ってるの知ってるじゃないですか、ね、2週間に1回、大体木曜日に撮ってるんです。マネージャー、マネージャーからが区本物言ったらダメでしょ後ろ2で前2ではドア開かない、そうそうそう、ドア開かないですよ、本当スタジオがそこにあってね、そうなんですよ、撮らせていただいてます、ね、はい、こちらね、ラジオ、はい、ラジオクラウドでもね、はい、関西の方聞いていただけますので、そうなんですよ、はい、あの鉄道大好きなあの乗り物ニュースというですね、ヤフーニュースでもよく連動している乗り物にまつわるニュースを配信しているあのウェブメディアの、編集長めぐみともひとさんと一緒にお送りしてますので、よかったら聞いてください。はい、秋島さん、ありがとう、ありがとう。じゃあ、ね、まずね、ちょっと鉄道の音を聞いて、ね、これもうね、ちょっと濃さそうな方勝手に決めないで。いや、だってあの、ね、はい、濃さそうな T シャツでも今日はね、鉄道エリートが集まってますよ。そうですね、はい、そういう意味では、はい、まあ、ただでも、うん、今日たまたまね、あの天芝を歩いていて、そう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 、っていう方にも、うん、やっぱり私たち鉄道の良さ、うん、知っていただきたいですから、うんうん、ここはやっぱりこの鉄道エリートの2人がどんなきっかけでただのこれ、はい、鉄道好きになっていったのか、ここはちょっと聞いておきたいなと思うんですよね、はい、まず鉄道好きな人、ね、鉄道好きですね、初心者です、どちらかというとちょっと MC の田辺さんよりです、遠慮なく遠慮なく言ってください。 MC の方、今日田辺、今日田辺さん、あ、違う違う違う、田辺さんだから、じゃ近鉄、近鉄の駅にしない、新田辺さん、違う違う違う、田辺違いです、はい、田辺さんです、はい、はいはい、初心者の人、遠慮なく、ちょっと分かりやすく喋らないと、私も一緒、ちょっと分かりやすくご説明しないと、うん、ね、はい、分からない方にも分かりやすく一番ね、分かりにくくするの皆さんなんですけど、なるだけ二次熟語はやめる、はい、分かりやすく、で、鉄道を好きになったきっかけはもう、うん、今日もね、ブース出していらっしゃいますけれども、うん、私はもともと京阪乗る人、お京阪で、うん、はい、京阪電鉄ユーザーだったんですよ。お、京阪の方、京阪沿線、あー、いるいるいる、どこ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 、のえ、はい、のえ、どこ、駐車場、駐車場使ってたわ、カーブね、カーブしてね、だからカーブしてね、あ、クズハ、クズハ、どこですね、クズハモールだね、クズハモールできて、旧3000系も今いますけども、うん、京阪乗る人、京阪で郡園と寝屋川の間ぐらいに住んでたんですよ。で、結構近くに車庫があったりとかして、で、すごくいい環境で生まれ育ったもので、京阪での通学時代、立命館宇治高校に通ってたんですけど、ね、立命館宇治の人、あ、立命館宇治の人、さすがにない、今アピールポイント、立命館の人、さすがにないか、ね、倉木麻衣さんとね、あ、そうそうそう、同年代なんですけど、ちょうど駐車場までね、乗り換えて宇治線に乗って、で、当時三室堂っていうところにあったので通ってたんですが、その頃に旧3000系特急車っていう、初めてカラーテレビカーとダブルデッカーと、ね、搭載した日本初の車に惚れ込んで、そっからです。で、そっから18切符ユーザーになって、で、いろんなところ安く遠くまで行けるので乗り鉄して、で、まあ、そこからですね、社会人になって、ポリプロのアナウンス室に担当マネージャーが鉄オタ配属ということで、
はい、ここであの加速度的にどん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 深くなっていったっていうようなちょっとあの三段落ちで最初じゃあ知らない知らない知らないところで担当になられたんですか？お互い鉄道のそうですね、あの私は、はい、事例で、はい事例で何々内地で4月からスポブンネとスポーツ文化部今のセクションですね言われたんですけどもね、はいはい、それまでちょっと鉄道の仕事とかもいろいろ始めてたもんですからこのまあ文化的なね、はい行くんだなと思ってたんですけどねいやいやいや、ね、でもあの本当に虫の知らせみたいに南田さん配属になる前に、うん、あの乗り鉄に結構海外とかも行くんですけど、まあ、バックパッカー貧乏旅行でね、うん、であのコスタリカっていう日本のね裏側行ってで河川あのね貨物船の跡とか歩いてたんですよ。なんかスタンドバイミーごっこみたいなしたらなんか当時のあのちょっとイケメンマネージャーからあの僕外れることになりますってこう 次は鉄オタが引き継ぎますのでっていう連絡が来たっていう地球の裏側に、はい、今でも覚えてますわ皆さんそんなことでした、はい、そう石留さん石留さん、はい、ねホリプロの椎名桔平と言われてる、はい、そうなんですよがおりましてですね、うん、引き継ぎでそこからこうやってお仕事でも鉄道に関わることをやらせてもらって、ね、自動アナウンスとかもご乗車ありがとうございます。こんなのやらせてもらってますので生やわ生声で聞きましたね今 ね, ねえ皆さんは何ですかきっかけ、うん、きっかけは僕はもともと奈良県の奈良市、はい、あの大和西大寺の、はい、に住んでたんですよ、まあ、平城大和西大寺ね大和西大寺の人西大寺の人おっ来たああありがとうございます西大寺西大寺飯店ってなったんで、ね、知らんじゃない平城ねあの辺に住んでて、はいはい、僕奈良県で転々としたんですねあの父親 あの仕事の関係っていうか新聞記者さんやったね、まあ、うち新聞記者だったんですけどね、はい、あのどんどんとあの最初は大和西大寺に行って僕ちっちゃい頃大和西大寺にいたら、うん、そりゃやっぱ鉄道好きになるでしょねえすごい一足飛びでしたほらなるでしょなんでかって言ったらね大和西大寺って言ったら、ね、近鉄の京都線そして橿原線、はい、そして奈良線、うん、あと西大寺検索、はい、ありがとうございますここを五砂路をこの平面で交わっているっていうねよかったらあの皆さんこれ見ながらね聞いてくださいねポイントがめっちゃ複雑であって、ね、すごくポイントの数もあってそう次々と連鎖がやってきたんですよいやあでも ね世界一の平面交差といっても過言ではないんですよもうね最大寺の方特急京都、はい、特急南波、はい、特急奈良、はい、特急かしこ島特急鳥羽特急柏神宮前やめようか特急柏神宮前吉野連絡言いたいだけとかあと言い忘れてるのある危ない、ね、大丈夫そういう電車とか見てたらやっぱ好きになったのと、はい、あとは自分のね何ていうんですかね中央にねうちの家にマイカーがなかったんですよ、はい、マイカーがなかったのでそれいい環境じゃないですか何をするにも電車で移動しなきゃいけなかった、はいだから、なんですかね、あの買い物に行く、はいね、奈良のね、あそこ の, あの漢方、菊岡っていうところに漢方買いに行くとか、はい、なんかそういうのも電車でいなきゃいけなかったんですけども、最初その大和小泉、その大和西大寺から次、大和小泉に移った、はい、大和小泉に移ると、はい、今度はこの国鉄ですよ、はいその国鉄の全国展開の国鉄っていうねあのもともと今 JR ですけどね昔は JR で国がやってたんですけど ね31年前にね変わりましたけれどもの国鉄の広いネットワークっていうのをまざまざと見せつけられましてこれ近鉄と国鉄と、まあ、JR ですね両方をこう見ることができたっていうところがあれだったかもしれないですねで結構その後は、まあ、王子に引っ越しして、はい、王子町ね明神4丁目に引っ越すわけなんですけど王子町に引っ越してでその後富雄に引っ越して最後学園前、うんうん、でその後私は大学静岡に行くわけなんですけども、はい、そういう風に奈良のいろんなところを転々としてですねいろんな施設いろんな JR そのネットワークを感じることができたあとはねその当時はい、うちの母親たちが図鑑とかね、はい関西の鉄道とかっていうねいろいろヤマ系ブックスとかをねいろいろ買ってくれたんだ拍手みんなそれで勉強してるんだねそれをねずっと
見てるの。で、あの、はい、ね、新快速が出てきたり、ね、阪急電車が出てきたり、ね、京阪のね、久野さんが乗ってたあのね、テレビカーが出てきたりだとか、ね、なんかいろいろね、山陽電車が出てきたりだとか、はい、あ、山陽電車スカートないなとかいろいろしてた。山陽電車今日も来てますけどね。いろいろね、こういうの見て、で、どんどん好きになってったって感じですかね。はい、ね、あ、もう環境がやっぱり整ってた。で、関西は確かにたくさんありますから、同じようにお家やっぱり車じゃなくって、ね、鉄道で移動するという方、はい、確かに多いですよね。多いですよね。ね、私もあの鉄道好きすぎて未だに免許がないんですけど、免許ない方。あ、でもそう、私もそうですよ。あ、本当。免許ないんですか。そう、免許ない。JR 阪急阪神。そうそう。やったりね。この三線で確かに。そうそう。異なるでしょ。異なりました。そう、だからほんまにあの今日いらっしゃってる事業者さんのおかげで今ここに立ってるって言っても本当に過言ではないぐらい。そう、ね、免許ないよね。まだ取れないから。ね、取れない。はい。いやー、もうね、なんか全然序盤なんですけれど、はい、あれびっくり。結構いい時間になってましたね。マジですか。嘘。っていう。ちょっと驚きですよ。ね、昨日ちょっと王子町にね行った話とかもしたかったもんな。めっちゃしたいですよね。私ね、王子。王子、みなみなさんの出身地ね。まあね、でもそういう意味では、うん、こうやって関西地方はいろんな私鉄があって、はい、あとそうだ忘れてた。なんだ。地下鉄もあるんですよ。地下鉄。下鉄、そうよ。大田の誕生ですよ。やっぱね。大田メトロ。お、拍手。やっぱ地下鉄とかね。ねやっぱそういう地下鉄だって今どんどん路線伸びてるでしょ。そうです。はい、だからそういうね、日々進化するこの関西近畿の鉄道をこう目の当たりにできたっていうのは、はい、私ら恵まれた環境だったかな。そうですよね。やっぱね、地下でね、阪急さんのあのマルーンが輝かしく入ってきたりとかするとね、かっこいいんですよ。ありがとうございます。あとあの阪急の音もかっこいいですよ。音もかっこいい。どんな感じですか。ティーティンティンタ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 ン。確かに確かに、積音ね、タリラ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 ね、もう絶対そんなね、耳障りの耳に心地よい、そうそうそう、音色でね。皆様、あ、始まった。2号線に参ります電車は、号線京都河原町方面に向かう電車です。今聞いたやつや。こういうね、こういうのとかはやっぱ真似する。真似するよね。真似するよね。真似するのよ。そう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 。だから乗り鉄も楽しいし、音鉄旅も楽しいし、うん、っていうところがね、魅力になると思うんですよね。いっぱい楽しみ方がありますから、皆さんご自身で ね、一番何が楽しいかなって、はい、ね、こうやって真似するのもよし、うんうん、写真撮るもよし、はい、ね、していただければなと思いますよ。はいはい、で、あのグッズもいっぱい売ってるから。あ、そうそう、グッズもたくさんありますから、リアルで ね、あの、のせでさんと、阪急さんがめっちゃそっくりの1500円のリュック売ってて、それは車両に、まあ、ね、まあ、そうね、見てるからね。で、めいっ子にどっち買おうかなみたいな、のせでん買って、ね、あげて、で、妹がこれ阪急やな、いや、のせでんやでって言おうかなみたいなとか、ちょっとそのやりとりまでね。そう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 、ワンマンって書いてある。ワンマンって書いてある。いや、分からへん。はい、すみません。あ、実は、そう、久野さんね、本出したんですよ、実は、久野さんが。はい、そう、久野さん本出した。あれ、拍手がちっちゃい。急にマネージャーになってる。久野さん本をね、出したんです。はい、10月、本当は15日の発売の予定だったんですけれども、はい、天使バーのね、このエキサイティングには毎年こうして呼んでいただいているので、ちょっと無料を申しまして、先行販売をさせていただくことになりましたので、やった。はい、地元でこけら落としです。で、皆さんよろしければですね、ぜひサインも入れさせていただきます。表紙で着せてもらっているのが近鉄さんの制服で、うん、後ろはですね、大阪メトロじゃないんですけど、本当の東京メトロの、はい、制服を着せてもらってます、はい、で、その他ね、鉄道が大好きすぎる皆さんに、皆さんももちろんですけれども、鉄道ビッグフォー中川家玲二さん、そして第二波に吉川さん、ね、斜め45の岡谷さんなどにもご登場いただいて、うん、もう電車大好きなだけでほんま幸せっていう人たちがね、ぎゅっと車両限界まで詰まってますんで、ぜひ呼んでください。よろしくお願いいたします。この後、はい、僕らこのステージ終わりましたら、はい、あちらのね、松本庄司さんのとこ、はい、お手洗いの前の、はい、お手洗いの前の、はい、特設ブースにて発売させていただきますので、お手洗いついでにね、遊びに来ていただければなと思いますので、はい、あと南田グッズも、南で、僕ね、南田鉄道って経営してるんですよ。ちょっとやめてください。妄想鉄道なんですよ。妄想鉄ですか。妄想鉄。そのグッズとかも売ってます。
よかったら遊びに来てください。ぜひよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、さあ、今回第1回目のトークショーなんですけれども、はい、お二人からでは皆さんに一言ずつお願いいたします。はい、はい、本当に毎年嘘じゃなくですね、ここにスイッチバック運転できるのがめちゃくちゃ楽しみで、関西弁全開で話させてもらってすごい幸せです。次のトークショーも楽しみにしてますので、ぜひね、ご乗車よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。いや本当に今日もね、天気で本当に楽しかったなと思いますし、はい、また2回目もありますからね、はい、で最後にね、ちょっと皆さん僕がね、天神橋筋と言いますので、はい、6丁目って言って締めたいなと思いますね。その締め方じゃあいいですか、皆さん準備は。いや天神橋筋6丁目ありがとうございました。おかしい